この本は一言で言うと小学生向けの自己啓発本。ほとんどの大人の人たちがこの中に書いてることできてないです。石本くん、どうもこんにちは、石本です。今回ですね、本のレビューをしていきたいと思います。でその本のタイトルなんですけど、こちら、飯が食える大人になる世の中ルールブックっていう、ね、本なんです。でこの本なんですけど、まあ、表紙をね見てもらったら分かる通り子供向けの本なんですよね。なのでこれ全部中身がひらがな打ってあります。漢字もね全部ひらがなが打ってある本です。なんでかというと小学生向けだからなんですよね。この本は一言で言うと小学生向けの自己啓発本とか、まあ、道徳の本とか、まあ、そういうような、ね、本になります。ただこれ小学生向けとは言いつつもこれねぜひ大人がね読むべき本だと僕はすごい思います。なので今回はこの飯が食える大人になる世の中ルールブックっていうねものを、ちょっとレビューしていきたいと思います。でこの飯が食える大人になるっていうことなんですけども、実際ねそのご飯を食べていけるっていうことになっていきます。ご飯が食べていけるっていうことで言うと、まあ、ちゃんとね仕事ができる人っていうことなんですよね。で今やっぱコロナウイルスでどんどん会社がね倒産していったりとか、あと会社をね、辞めさせられるリストラされる人が結構増えてきている、まあ、そういうね世の中なんですけども、今ますますそのじゃあ飯が食える大人っていうのはどういうものなのかっていうことをね改めて考えてほしいなっていうふうにすごい思うんですね。でこの飯が食える大人っていうものがそもそもどういう人なのか、どういうものを備えている人がちゃんとお金を稼ぐことができるのかっていうことがここにねもうぎっしり書いてあるわけですよ。まあ、これルールがねあって、まあ、50個のルールが書いてあるんですよ。でその50個のルールなんですけど、これ小学生向けに書かれている本なので全然ね難しいこと言ってないんですよ。難しいこと言ってないんですけど、ほとんどの大人の人たちがこの中に書いてることできてないです。小学生に、話していることなんですけど、大人はこれ僕読んだんですけど、まあ50個多分全てできてない人が多いと思います。なんでかっていうと、その今の社会って、まあ、サラリーマンになったからといってそれは飯が食えてるかっていうとそうではないっていうことなんですよね。で今コロナウイルスの影響でサラリーマンの人って、まあ、切り捨てられたりとか、あと僕が知ってる人だとその給料が減給されてしまってちょっと少なくなっちゃいましたとか、そういう人も結構いるんですよね。そういってことはそれって飯が食える大人なのかっていうことなんですよね。で今の日本って結構ね与えられてしまってる人が多いので、自分でねお金を稼ぐってことがなかなかできてないんですよね。なんでかっていうとここに書いてあることができてないからです。例えばなんですけども、まあ、何個かね、ちょっと見ていこうと思うんですけども、これねすごいんですよね。なんか結構僕もこれ読んでて、まあ、ぐさぐさくるというか、なんかやっぱ自分自身もできてないこと結構多かったんですよね。でうわこれ全然できてないじゃんって、まあ、突き刺さることがすごい多いです。まあ子供、今お子さんがいる、まあ、親御さん、お母さんとかお父さんとかも読んでほしいです。だし、まあ、学校の先生とかもそうだし、普通のね社会人の方も読んでほしいです。で、まあ、特にねそのいろんなことが書いてあったんですけど、例えばルール1、いいことを言うよりも良い行動を取るっていうところですね。これまあ普通なことじゃないですか。でも結局なんか口ばっかりで行動しないって人って結構多いと思うんですよね。でこういうことを、こういうレベルのことを小学生が聞いて実践して、わ、そうなんだなって思ってる本なんですよ。まああとはそうですね、まあなぜだろうと考える習慣を身につけるとか、あと見た目ではなくて中身で勝負する人になるとか、まあ努力が報われるとは限らない、それでも努力し続けるとか、なんかすごくね大事なことだと思うんですよ。でもなかなかこういうことってできてない人が多いと思うんですよね。でここに書いてあることとしては、まあ、とりあえず行動しましょうとか、感性を身につけましょうとか、頭を良くするためにはどうすればいいのか、あとはその努力とはどういうものなのか、で言葉っていうものをどう扱えばいいのか、そして、まあ、
その考え方、どういう考え方を持てばいいのか、まあ、大体そういうようなねことをいっぱいいっぱい書いてある本なんですよ。でこれが、まあ、小学生向けなんですよ。何度も言うようにもうちっちゃい小学生が小学生に向けられて書いてある本なんで、もう小学生が頑張ってやろうねって言われてるような内容を書いてあるわけなんですよね。だから大人の人ができないとすっごい恥ずかしいような、そういう本なんですよ。で書いてあることって、まあ、別にその難しいことを書いてあるわけじゃなくて、大人なら当たり前できているでしょっていうようなことなんですよね。だからここに書いてあることがしっかりできるようになると、まあね、飯が食える大人になるわけなんですよね。で世の中にはいろんな自己啓発本ってあるんですけども、まあ、例えばね、ちょっとここにあるような、まあ、7つの習慣とかもありますし、まあ、本当にね、いろんなものがあるんですけども、僕がね、その個人的に、まあ、結構買ってて好きだなってものが、20代君たちこれだけやっときなさいとか、21世紀の生き方とか、まあ、こういうものがあるんですけども、なんとですね、これもちょっと見返していたんですけども、そしたら、例えば、まあ、書いてあることとして、まあ、若いうちにどんどん失敗しろとか、まあ、書いてあるわけなんですよね。でもそれって実はこの世の中ルールブックの中にも書いてあるんですよ。でそれ何書いてあるかっていうと、ちょっと待ってくださいね、まあ、失敗を失敗のままにしない、経験にしようって書いてあるんですよ。これ言ってることってこの20代の君たちへこれだけはやっておきなさいっていう本の中と一緒のこと書いてあるんですよね。そうなので世の中にはいろんな自己啓発本って多いんですけども、もうどれを読めばいいかっていうと、まあ、7つの習慣とかそういろんなね本とかいっぱいある中で、もうねこれ読んどきゃいいでしょって思いました。もうこの内容ね、少なくても小学生にね、向けて書いてあるこの本の内容をちゃんと読むことができれば、もうお金も稼げるし、人からも持てるし、まあ、何でもできるような人間になります。誰からでも好かれるような人間になるための、まあ、ルールブックというか、まあ、ガイドブックというか、まあ、自己啓発本、大人が読むべき自己啓発本だと思いました。なので、ぜひですね、まあ、この本読んでもらって、まあ、1300円ぐらいなんですよ、この本って。なので、これ実際に読んでみてもらって、で、今のね、苦しいコロナの時代ですけども、人生を生き抜く50の言葉ということで、ぜひ読んでほしいと思います。で、本の作者の、まあ、高浜さんという方なんですけど、まあ、毎年3万人以上の、まあ、お子さんがいる保護者の方に向けて講演会をやっていたりとか、あとテレビ番組でも、情熱大陸とかカンブリア宮殿で紹介されるなど、まあ、結構ね、有名な方らしいです。で、まあ、そういう方が、実際に50個のルールとして書いてある本なので、まあ、今のね、時代をちゃんと生きたい人だったり、まあ、子供にね、ちゃんとした指導をしたいっていう人だったり、ちゃんとした大人に自分はなっているかどうかっていうね、ことを確認するバイブルとしても、まあ、これ、表紙がね、すごい、まあ、子供向けで、まあ、買うのどうかなって思う人もいると思うんですけど、絶対買った方がいいですね。一押し。なので、これは買って、自分がこの先飯が食える大人になり続けるためにぜひね買って読んで実践してほしいと思います。はい、ということで、今回の動画以上にしようと思います。このね動画の概要欄に、実際にこの、まあ、本のね、リンクちょっと貼っておこうかなと思うんで、ぜひねそちらからも購入してほしいと思います。では最後まで見ていただきましてありがとうございました。